メルディ。メルディ。バリルの手下か。ギアテス。お前たち、メルディの連れか。不都合だな。邪魔者は手相にはならんのね。やったんだ。この町をこんなにしたのはお前だな。許さねえ。許さねえ。ミヤキスを胸に。ご無礼をお許しください。ガストンから話は伺っていたのですが、一応力を試させていただきました。次は何で試すんだ。もう十分です。シュレシカ本部へようこそ。我々は自由な心に従い、
自由な闘争に身を置く革命軍です。自由にもいろいろあんだな。私たちバリル城の場所が知りたくて来たんだ。あなたは知ってる？私アイラと申します。どうぞこちらへ。シルエシカのリーダーフォッグです。氷の大勝利を従わせるほどの手並みをお持ちである。皆さんとの対面を心待ちにしておりました。おう、皆さんの目的がバリル征伐だと知り、ぜひシルエシカに加わっていただきたいと。それが無理ならせめて同盟を結びたいと願う所存です。おう、戦闘に参加していただきたいのはもちろんですが、技術的な知識もご提供願えないでしょうか。小型で強力な奨励砲を作ることができなければ、我々はバリル城に攻め込めません。おう、ではボス、皆さんに一言。というわけだ、バリルを倒し天下を取ろうぜ。私たち天下を取るつもりはないんだけど、バリルを倒したいって思ってるのは一緒だから、シルエシカに協力するよ。ありがとうございます。奨励砲の小型化についてなんだが、一つ思い当たる方法がある。本当ですか？パラソルという装置を使えば、大奨励をクレーメル刑事に捕獲することができるんだ。それがどうした？あのね、これがパラソル、ガレノスが特製。ガレノス、あの著名な奨励騎士の。大奨励が1体いれば奨励1万体分の威力は出ます。クレメル刑事だって小さくて済むんです。おお、雷の大奨励は。それがとても、あいにくまだ会えてないよ。ご安心を。大奨励の居場所は我々シルエシカのものなら誰もが知っておりますよ。じゃあ早速向かうことにしよう。あの、恐縮ですが、奨励法改良の指揮官としてどなたか残っていただけないでしょうか。そうか、なら僕が残ろう。
力になれるはずだ。こちらとしても奨励法の原理を一度調べておきたいしな。3人になっちゃうのか。安心しろ、俺様がついてってやるぜ。アイラミヤキスのデデちゃんを頼むね。食事はバーガーのピクルス抜きな。この子はほらあれだからよ、デリケートですからね。さあそれよし出発すんぞ。よかったですね、ボスがいれば100人力ですよ。じゃあキールも頑張って。なあそのなんだ、つまりまあ気をつけろよな。ミヤキスを胸に。